んこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。イエーイ。さあ、というわけで今回行う企画はこちら、この写真何の写真調節者選手権無理やりだな超オタクな人を呼びますんで。ゴゼル、でゴゼル、ゴゼル、でゴゼル、セッション、セッション、でゴゼル、ゴゼル。ワードがそれしか出てこない。ですね、あらかじめですね、皆様ですね、身の回りにとある、ある、とあるものをですね、超拙者、近くで撮ってきてもらいました。はい。で、ちょっとずつ話した写真も撮ってあります。はい。はい。その、写真を見ていって何を撮った写真なのか、早当てするという企画。なるほど。非常に簡単な企画になっております。よし。さあ、じゃあ最初では FB からの1問目、まず、超拙者写真はこちら。送りました。ん？これは分かんないね。ああ、これはお前の肌。違います。これはさすがに分かんないわ。わかんないか。もう一枚はきついなぁ。まあ、わかんないならわかんないでも大丈夫です。じゃあ、とりあえずわかんない。わかりました。では、2枚目の写真いきたいと思います。え？え？あ、来ました。どうぞ。わかりました。さあ、じゃあ、この2枚目からは、じゃあ、お題を一斉に言いましょうか。これは何でしょうか？一斉ので、大根。で、はい、キックン大根、アロマ、太もも、およ、腕、ブブー。あ、マジで俺2枚目で分かると思ってた。え、違うの？これ大根じゃないの？正解です。じゃあ3枚目こちらです。これ来たと。あはははは。これはもう来たでしょ、さすがに。はい、では一斉に答えてください、どうぞ。せーの、マヨネーズ。はい、全員正解でございます。まあ、これちょっと汚いというか、通常のマヨネーズ見ないの、これ明太マヨネーズなの。だからか。ちょっとご了承ください、マヨネーズないんで、うち。すげえ汚いマヨネーズみたいだった。そうだね。はい、さあ、はい、こんな感じで、皆さんにお題を当ててってもらいましょう。じゃあ、続いて、はい、じゃあ、キックンさん、早速送ってください。はい、では行きます。まずは1枚目。なんだこれ。なんだこれ。あ、ちなみにですね、まあ計4枚ぐらい皆さん撮ってもらってるんで、うん、はい、やっぱ早く当てた方がポイント高いということにしましょう。なので、はいはい、これ当てたら4ポイント。なるほど。で、先ほどはもう3枚目で当てたので2ポイント。はいはい。4、3、2、1ってなったね。はい。で、誰か当てた時点でもうその後はもう正解なので。これ難しい。なんだこれ。わかんないな。何これ。もうちょっと近づけてもよかったかな。なんか汚ねえな、これ。大体汚く見える。いやー。視野を広くもと。ねえ、話しても変わんないから。じゃあ皆さん一斉に答えをいきましょう。一斉ので、腐ったリンゴ。わかんない。腐ったリンゴとわかんない。腐ったリンゴをよく持ってたなって感じ。ではいきます、2枚目。手越しだ、手越しだ。ちょっと言わないで。ちょっと、もう俺分かったけど。もう俺分かるね。これは分かるよ。これは分かるか。これは分かります。これは分かる。いきます。一斉ので、梅干し。いやー、今もう一言目で言うなよ、アロマ。いや、でも、でもこれ分かるって。分かる。話しすぎか、これ。話しすぎたね、ちょっと。マジか、加減が分かんないんだよな。難しいな、これ。取るのも難しいわ。取るのも難しい。小さいものは難しいと思う。そうだね。くしょー。というわけで、全員3ポイント獲得でーす。イエーイ。じゃあ、続いて大谷さん。あ、わかりました。1枚目はこちらでーす。え？ん？なんだこれ？誰かのケツ？いや、あ？一斉に答えの方いきましょう。はい。一斉ので、椅子。あ、椅子。あ、なんだろうね。わかんね。
まあ、違います。わ、さすがに。ぽい、材質はぽいんだけどな。はい。じゃあ、2枚目いきますよ。はい。はい、ん？え？なんだこれ。もしかしてあれかな？なんだこれ。はい、いいですよ。わかんないけど。一斉に言ってもらえますか。はい。はい、いきます。一斉ので、カービィのぬいぐるみ。カロマ何？カービィのあれ。ああ、俺をカービィのぬいぐるみで、キックンが？猫のクッション。エロさん、いかがですか？はい、正解は。え、いった？カービィのぬいぐるみ。うわー。やっちゃー！前この短期間でカービィ使うなよ。何が？逆に一回も使ってなかったら分かんないでしょと思って。確かに。で、まあ3枚目がこれで。あ、はいはいはい。で、最後はまあこちらなんですけど。いや、すごいな。こんな感じだっけ？なんか、日に日に膨らんでない、こいつ。いや、そんなことないですけど。いや、でも2枚目でよく分かったなと思って。すごいね。まあ。まあなんとなく詳しくないから、ね、アロマと、FB に3ポイントずつ入ります。イエーイ、やべえ、やるな、来てる、すごいな。さあ、じゃあ続いてアロマさん、はい、お題の方お願いします。じゃあまず、はい。なんだこれは、わからない。こんなスクエア画像になってんの。すごい、一面クソ真っ白だ。クソ真っ白だね。うん。いや、これはまだ分かんない、さすがに。続いていきましょう。はい。はい、お願いします。2枚目。ん？お？なんだこれは。え？何これ？どうなってるのかも分かんないしな。さあ、では一斉に答えていただきましょう。一斉ので。あ、マウスのケース。違いますね。正解。でも次でわかるんじゃないかな。本当に。うん。ん？なんだ？あー。やべ、遠くなった。あれ、やべ、俺わかんねえぞ。なんだこれ。ちょっと待って、ちょっとあれよ。いや、この左上のヒントなんだろうけど。なんだ、SS って。え、俺はもう見当はついたみたいだね。いや、違う。見たことある気すんだけど、その文字が。どこで見たんだっけ。それでは回答のほどよろしくお願いします。せーので、冷蔵庫、ソニーのアクションカム、うん、こんなマークついてた気がする。じゃあ正解は、アロマさん正解ありました？続いていきましょうか。じゃあ、いない、正解。さあ、これが最後です。でででででで、エオエオ、あーあ、待ってた、エオエオ、すげえ。というわけで、エオエオさん2ポイント獲得です。よくわかったな。よくわかった、お前。左のね、文字がに、これはもうヒントだったね。マジ、そう、ね、こう見せられてもこんなんあったっけって思っちゃうわ。はい、というわけで、一周したところで、ポイントの方いかがですか。僕6点僕2点7ですね。僕8ですか。お、なんでこんな差ついた。いや、キックンだけ、キックンだけ低すぎるでしょ。俺多分お前らにサービスしたのと俺が当てられてないっていうのが重なってる。いや、キックカービィを当てれなかったもでかいし、やっぱ梅干しも分かりやすすぎだよ。そうだ、ね、しまった。やばい、キックの問題次も多分簡単だぞ。いや、そんな気がするわ。やべえ、お前らの問題むずすぎる。いやいや、2枚目で分かるのはないだろ、すぐ。あんなんだってもう、ちょっと話して梅干しだろ、もう。いや、1回の人分かる。さあ、というわけで、次の1周でどうなるか。はい。早速行ってみましょう。皆様、MSSP の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いします。登録ボタンの方ですね、下の概要欄、そちらの方にあったり、あとは多分こことかこことかこことか、この辺にリンクがあったりしますので、そちらの方からご登録を何卒よろしくお願いします。みんな登録してね。しないだろこれは。